バスク語、ドーノースティア、バスク語、ドゥーノスティア、または、サンセバスティアンは、スペインバスク州ギプスコア県のムニシピオ、ギプスコア県の県都である。ビスケー湾に面しており、フランスとの国境からの距離は、約 20km である。2011年の人口は186,409人で、あり、サンセバスティアン都市県、の人口は436,500人である。 主要な経済活動は商業や観光業であり、スペインで最も著名な観光地の一つである。その食文化やサンセバスティアン国際映画祭などで世界的な知名度を得ている。ポーランドのブロツワフとともに2016年の欧州文化首都に選定されている。1982年までの正式名称はスペイン語のサンセバスチャンだった。 1982年に二言語の名称をハイフンで連結したドーノースティア・サンセバスチャンに変更された。これは二言語の名称をつなげたドーノースティア・サンセバスチャンという塊が公式名であることを意味する。2012年にはドーノースティアとサンセバスチャンのそれぞれが公式名となった。公式文書などでは二言語の名称をスラッシュで分けたドーノースティア、 サンセバスチャンという表記も用いられる。ビスケーワンの真珠、カンタブリア海の真珠と称される。スペイン語のサンセバスティアンとバスク語のドノスティアは全く異なる起源を持つ単語に見えるが、いずれもセーセバスティアンに由来する。バスク語の地名におけるドナ、ドノ、ドニという要素はラテン語のドミネに由来して成人を意味し、 ドノスティアの後半部分は、セイセバスティアンの短縮系のスティアである。住民の故障はスペイン語でもバスク語でもドノスティアラ、である。サンセバスティアンはスペイン北東部、バスク州北部にあり、北側がビスケーワンに面している。ギプスコア県のドノスティアルデア軍に属する。サンセバスティアン都市圏の中心都市であり、近隣の町には、イルン、エレンテリアなどがある。 都市圏の東部は国境を越えて、フランスのユーベルイコールは規定の地域圏の案内へ、にまで広がっている。サンセバスティアンの美しい海岸線は、人気のビーチスポットである。市街地やラコンチャ海岸などのビーチは、モンテ、ウルグル、ウリア山、パサイア山、アダラ山、モンテイネルドなどに囲まれており、ラコンチャ湾には、サンタクララ島が浮かんでいる。サンセバスティアンは、 ウルメア側の河口に位置し、18世紀以後にウルメア、川西下流部の大規模な湿地帯の上に建設された。市内は17区に分かれており、アイエテク、アルザク、アマラク、アマラベリク、アンティグワク、アニョルガク、アテゴリエタイコールウリアク、エルディアルデアク、エヒアク、グロスク、イバエタク、インチャウロンドク、ロヨーラク、マルトテネク、ミラビデビエタク、パルテサーラク、スビエタクがある。 市街地中心部や、アマラベリク、ロイオラクは20世紀前半までウルメア川の、リューロだったかつての川床跡に位置している。サンセバスティアン市街地とラコンチャーンのパノラマビューさん、セバスティアン近郊で最初に確認された人の、定住跡は、アメツァガニアの集落であり、市街地から見て、南のインチャウロンドクとアスティガラガの間にある。アメツァガニアからは、 グラベット文化機の紀元前2万4 0 0年前から22000年前に遡る動物の皮膚を切断するためのナイフとして使われた石器などが発掘されている。後期旧石器時代の野外の集落は、定住者が狩猟を行うホモサピエンスだったことを明らかにしており、さらに当時の寒冷な気候も指し示している。古代ローマ時代、サンセバスティアンは、 バルドリの領土だったと考えられている。サンセバスティアンの東 17km にあるイルンには、バスクローマの町であるオヤッソの遺跡があるが、文献上では長い間サンセバスティアンがオヤッソで、あると誤認されていた。中世初期には長く、サンセバスティアンが文献に登場しないが、年、エルナニトの境界に近く、サガルド用のリンゴ絵を持つ聖セ,セバスティアンの修道院が、 ナバラ王国の三著三世によって、レーレ修道院に寄進された。1181年までに、サンセバスティアンは、イスルムに所在するナバラ王三著六世に自治権を与えられ、オリアカワとビダソア川の間のすべての領土を管轄した。1200年には、アルフォンソ八世を王とするカスティーリ王国に征服され、自治権を維持することは確認されたが、ナバラ王国は、 大西洋に直接到達するルートを剥奪された。1204年か、それより早く、モンテウルグル山陸にある、都市中心部には、バイオンヌやさらに、遠くから、ガスコンゴを放す移住者が移り住んだ。彼らは、その後数世紀の間に、サンセバスティアンの発展に、重要な足跡を残している。1265年、カスティーリア王国と、 ナバラ王国の婚姻に関する協定の一部として、公安都市サンセバスティアンがナバラ王国に与えられた。サンセバスティアンに住んでいた多数のガスコンゴ住民はヨーロッパの他校やガス購入地方との貿易の発展を支持した。サンセバスティアンはギプスコア地方で起こった壊滅的なバンドス戦争から逃れた領土中唯一の町である。 戦争が終結した1459年には、サンセバスティアンもギプスコア地方の一部となった。16世紀までのサンセバスティアンは大部分の戦争から逃れていたが、15世紀初頭までには簡易な構造の防壁が市街地を取り囲んでいたことが証明されている。中世末の1489年には大規模な火災によって町が荒廃し、この火災後には、 木材の代わりに、主に石材を使用して、町の復興に取り組んだ。近代のサンセバスティアンは、不安定さと戦争の時代だった。15世紀後半に、ナバラ王国が衰退すると、サンセバスティアンは、フランスとスペインの国境の最前線に取り残された。市街地の周囲には、より分厚くより洗練された防壁が築かれたが、1521年には、 ナバラ王国の消滅の余波として、スペインとフランスの間の戦争に巻き込まれた。オンダリビアでのスペインとフランスの衝突の際には、スペインに対して、貴重な船舶の支援を提供し、この際のサンセバスティアンがスペインに対して、とても気高くとても忠実だったことが、文章に記録されている。また、1520年代のノアインの戦いの際には、部隊を派遣し、 コムネロスの反乱の際には支援を提供することで神聖ローマ皇帝かある5世の信頼を得た。中世にイベリア半島北部をナバラ王国が征服してからサンセバスティアンはギプスコアの一員だったがその設立以来政治的、経済的にサンセバスティアンで主導的な役割を果たしていたガスコン人ンが影響力のある公的な地位から除外されるようになった。 カルロス一世によって、カスティーリアの貿易独占権が解除されると、1527年には、セストアが、1557年には、オンダリビアが、1558年には、ベルガラが、1604年には、トローサが、1662年には、デバが、スペイン王室によって、新大陸貿易の認可を受けている。一方、戦争や疾病などの流行で、 サンセバスティアンは荒んだ状態となり、フランスやオランダの貿易船から富を得た、スペイン国王フェリペ2世の援助のもと、多くの漁師や貿易商は生きるために海賊として、航海に出た。1656年、フェリペ4世の娘、マリア・テレサ・トレイ14世が、ナバラ王国領のサンジャンドリュズ近郊で婚姻を行う際、サンセバスティアンは、 スペイン王室の司令部として使用された。比較的平和な世紀だった17世紀の後、1721年には、フランスのベリック公爵軍によって包囲されたが、フランス軍の砲撃を受けることはなく、多くの都市構造は再建された。1728年には、王立ギプスコアデカラカス会社が設立され、アメリカ大陸のスペイン領との貿易が盛んとなった。この会社の利益によって、 市街地の改修、改善や、サンタマリア教会の再築などが行われた。サンセバスティアンの富の蓄積と発展は18世紀末まで続いた。スペイン独立戦争中の1808年、フランスのナポレオン一世軍は、サンセバスティアンを占領した。1813年8月28日夜には、イギリス海軍小艦隊が上陸して、浜辺のサンタクララ島を占領し、 フランス軍と対面。街は、ビスケー湾と川幅の広いウルメア川川口の間の狭い岬に位置し、自然の要塞のようで奪還が困難だった。ウィリアム・デントは、ジブラルタルを除けば、私が見た中で最も強固な要塞であると記している。3日後の8月31日、イギリス軍とポルトガル軍の解放軍は、サンセバスティアン包囲制を行って、 フランス軍から町を奪還した。解放軍は、自制を失って、町を焼き払い、丘のふもとの一本の通りのみが残ったが、サンセバスティアンの住民はフランスに対する、反発感情を捨てなかった。ギプスコア県庁舎、ビクトリア・エウヘニア劇場クルサール国際会議場、公会堂とクルサール8813年に、町が破壊された後、わずかに、レイアウトを変更して、 同じ場所に町を再建することになった。建築家の PM ウガルテメンディアによる近代的な八角形の草案を抑えて、結局 m ゴゴルサの青写真が承認されたが、ウガルテメンディアが都市建設の指揮を取った。旧市街には1817年にコンスティトシを広場が建設され、1828年から1832年には広場に市庁舎が建設された。 商工業が発展して豊かなサンセバスティアンはギプスコア県のケントとなったが1823年に先制主義者によって襲撃されるとケントの地位を返上。先制主義者の軍隊が防壁を破った時防壁中にはわずか200人の住民しかいなかった。第一次カルリスタ戦争中の1833年デレーシー・エバンズに率いられたイギリスの義勇軍が カルリスタの攻撃から街を守り、殉職者はモンテウルグルの英国人墓地に埋葬された。19世紀初頭、国外に起源や祖先を持つ住民は特に貿易省として、偏在していた。バスク地方のフェロのおかげで、国外製品への課税がなく、サンセバスティアンは、カイズの政策で莫大な利益を得ていた。ギプスコア県からの離脱を要求し、1841年に、 ナバラ県と合併したが、1854年には、再び、ギプスコア県ととなった。1863年には、防壁が取り壊され、軍事的要塞としての性格から逃れるために、地域の拡大が試みられた。防壁の残骸は、視聴者から東に伸びるブールバールの並木戸の地下駐車場で見ることができる。ホセゴイコアやラモンコルタサールが、都市計画を認知られ、 新古典主義のパリ様式で道路が直行するレイアウトがミラマール宮殿、コンチャユー歩道などと組み合わされた。フランスの王族貴族が夏の間をビアリッツで過ごすように、スペイン王室は夏の離宮としてサンセバスティアンを選択し、ミラマール宮殿やアジェテ宮殿などの邸宅を建てた。スペインの貴族や外交施設などもこれに従ってサンセバスティアンに移転した。 ラ・コンチャ海岸の造船所軍が、邸宅建設の支障となったため、造船所軍は、サンセバスティアンの旧市街近くにあるパサヤアに移転した。第三次カルリスタ戦争中の1875年には、町を砲撃が襲い、1876年には、詩人のビリンチュが死去した。スペイン王アルフォンソ十二世が死去した1885年以降には、アルフォンソ十二世の妻、 マリア・クリスティーナが毎年住者を連れて夏季の間滞在しミラマール宮殿に宿泊した。マリア・クリスティーナの名前はマリア・クリスティーナ教やホテルマリア・クリスティーナなどに残っている。1887年には7000平方メートルもの敷地にダンスやカジノのためのグランドカジノが建設された。カルデレロスやタンボラーダなどのイベントが開催されるようになり、また、 スペイン語やバスク語で新聞や文学作品が書かれるようになった。1897年には建築家マヌエル・デ・チャーベによって新市街の中心にサンセバスティアン大聖堂が完成。1912年にはビクトリア・エウヘニア劇場が完成し、落成式にはスペイン国王アルフォンソ13世も臨席した。サンセバスティアンは本格的な海岸リゾート地に発展し、 また、アンティグアクや思考外では、工業も発展した。第一次世界大戦の勃発後、サンセバスティアンは、国際的な文化人や、政治家から注目を集めるようになり、またハリ、レフトロツキー、モーリスラベル、アンリド・トゥールーズ・ロートレック、ロマノーネスなどが滞在した。1920年代から1930年代には、様々な合理主義建築のランドマークが建設された。 これらは通常は白色や薄い色調であり、ラ・イキタティーバ、ナウティコ、エアソなどが有名である。1924年から1926年には、市の南端部分でウルメア川の運河化が実行された。1923年には、ミゲル・プリモデ・リベラが軍事独裁政権を確立したが、プリモデ・リベラの独裁下での弾圧は、サンセバスティアンには及ばなかった。 1924年には権威主義政権によって賭博禁止令が発令され、1887年設立のグランドカジノと1921年設立のクルサールは存続に苦しんだ。1930年8月、ニセトアルカラサモラやミゲルマウラ率いる共和派はスペイン第二共和制につながるサンセバスティアン協定を締結した。1936年には、 フランシスコ・フランコを中心とした軍事クーデターによってスペイン内戦が勃発。当初はバスク民族主義者、アナーキスト共産主義者による抵抗運動によって反乱軍が敗北したが、共和派の労働総同盟はバスク民族主義者に対して恐怖政治を行った。同年末にはバスク地方もナショナリスト派の手に落ち、1937年には フランコを統領とするファランヘイ島の支配下に置かれた。占領状態は市民に悲惨な生活をし、市長を含めた380人がナショナリスト派によって処刑された。多くの子供たちは国外に逃れ、推定4万人から5万人がサンセバスティアンから脱出した。戦争の余波で都市は貧困、飢餓、抑圧状態となり、物資の密輸が蔓延した。 多くの共和党員が過酷で不快な条件のオンダレータ刑務所に拘留された。1940年代末から1950年代初頭には工業が発展し、ウルメア川川口部の湿地や貸しにあるエヒアクやアマラベリクなどが都市拡大への道を開いた。1943年には旧市街の自宅でバスク研究を開始したエルビラシピトリアによって、 バスク語学校の主がまかれた。1947年には、視聴者がコンスティトシオ広場から、グランドカジノの建物に移転した。1953年には、町の国内的、国際的な知名度向上や経済への好影響のために、第1回サンセバスティアン国際映画祭が開催された。工業生産の成長が、スペイン各地からの大規模な移民に拍車をかけ、 人口は著しく増加。アルザク、インチャウロンドク、ミラビデビエタクなど、市街地中心部から数キロ離れた郊外では急速で混沌とした都市開発が行われ、社会的、文化的、政治的矛盾と不平等が不満を増大させた。特に武装分離独立組織バスク祖国と、自由や地下組織のバスク民族主義者などによって牽引された抗議運動や、 ストリートデモの風潮は、1968年のギプスコア剣発の非常事態宣言の引き金となった1975年には、独裁政権のフランコ将軍が死去し、フランコイストの当局によってさらなる重しがかされた。不安定な経済状況と不動産投機状況の過程で、1973年に街の象徴的な建物だったグロスクの旧、 クルサールとチョフレ闘牛場が解体された1977年には彫刻家のエデュアルド・チリーダや芸術家のペーニャ・ガンチェギによる彫刻作品、風の串が完成。この作品はラ・コンチャワン生誕に設置され、完成までに25年が費やされた。1970年代から1980年代、中頃は都市と社会の崩壊の時代だった。 1979年には、スペイン初の民主的地方選挙が開催され、バスク民族主義党が勝利。バスク民族主義党は1991年まで、分派のバスク連隊と共同した。1991年には、スペイン社会労働党のオドン・エロルサが市長に当選し、約20年間にわたって市長を務めた。1990年代には、 サンセバスティアンの新古典主義や現代主義建築の価値を高めることを狙い、市中心部の改良事業が着手された。注目すべき事業には、ラスリオラ海岸や海岸遊歩道の再整備と拡張、旧クルサール跡地へのクルサール国際会議場、公会堂の建設、イバエタ区の名原大学の新キャンパスと技術設備の建設、広範な自転車レーン網の提供、 地下駐車場の建設とメトロドノスティアルデアなど、公共交通機関の改善などがある。イバエタ区やロイオラ区などは、現代的な都市設計がなされたが、重要な計画のいくつかは、自治体の財政状況との天秤にかけられている。2011年の市長選挙では、エロルサが敗北し、ビルドのフアンカルロス・イサギイレが当選する、予想外の結末となった。 1979年にはスペイン民主化後発の地方選挙が開催され、バスク民族主義党が勝利。1987年にはバスク民族主義党からバスク連帯が分派し、1991年まで共同した。1991年にはスペイン社会労働党のオドン・エロルサが市長に当選し、約20年間にわたって市長を務めた。 2011年5月22日に行われた自治体選挙において、同年4月に設立されたばかりの政党連合ビルドが24.29%の票を獲得し、第一政治勢力となった。獲得票議員数はビルド、8、バスク社会党、7、バスク国民党、6、バスク民族主義党、6となった。自治体主張には、 ビルドの不安カルロス・イサギーレが選出され、就任後すぐに自治体庁舎内の式典などで使用されるサロンから、スペイン国王の肖像画を取り外した。エスパーニャベルデにあるサンセバスティアンは、西岸海洋性気候である。メキシコ湾からの暖流の影響で高位度の割には、温暖で、暑くはないが暖かい柿、寒くはないが涼しい陶器を持つ。 西岸海洋性気候の多くの都市と同様に、年間の大半は曇りかどんよりした天気である。年間降水量は約1750ミ、mm、リメートルとある程度の量があり、年間を通じてまんべんなく降雨がある。しかし、夏季にはやや乾燥して目立って天候が良く、この数ヶ月間の平均降水量は約100ミリメートルである。1月の平均気温は摂氏約9度、 8月の平均気温は摂氏約21度である。サンセバスティアンは重要な学術都市である。モンドラゴン大学、ナバラ大学、バスク大学、デウスト大学などがサブキャンパスを構えている。これらの大学の二次研究活動は、社会的、文化的、技術的、経済的にサンセバスティアンや近隣の都市への影響を増しており、バルセロナ、マドリード、 シルバオ、セビリア、バレンシアなどと共に、スペインの主要な研究開発拠点の一つになりつつ、ある。サンセバスティアンの研究開発拠点では、材料科学、ガン研究、アルツハイマー病やパーキンソン病の研究、建築学、高分子科学、バイオマテリアル、ナノテクノロジー、ロボット工学、情報科学などの分野をカバーしている。 サンセバスティアン空港サンセバスティアン国際映画祭の会場サンセバスティアンには優れた文化シーンがあり、特に夏季には様々なフェスティバルが開催される。サンセバスティアンはポーランドのブロツワフと共に2016年の欧州文化首都に選定されており、人々のエネルギーの波をスローガンとしている。7月第3週にはジャサルディアが開催される。 1966年に初開催された、このジャズフェスティバルはヨーロッパで最も長い歴史を持つジャズイベントの一つであり、市内各所で時には入場無料でジャズセッションが行われる。サンセバスティアン音楽週間はクラシック音楽の音楽祭であり、8月の1、ヶ月間に様々なイベントが開催される。9月にはサンセバスティアン国際映画祭が開催される。 この映画祭は50年以上の歴史があり、クルサール国際会議場、公会堂とビクトリア・エウヘニア劇場を会場としている。映画監督や俳優らはホテルマリア・クリスティーナなどに宿泊することで知られている。ストリートシネマは現代アートと都市文化を探求する国際的な視聴覚フェスティバルである。その他の人気イベントには10月に行われるホラーファンタジーフェスティバルなどがあり。 2010年には21回目を迎えた。サンフィルムフェスティバルはサーフィン映像に特化した映画祭である。タンボラーダ旧市街のバルで出されるピンチョスさん、セバスティアンはバスク料理と美食の文化で知られている。サンセバスティアンとその周辺の地区はミシュランガイドに記載される星付きレストランの宝庫であり、アルサック、ベラサテギ、アケラレ、ムガリッツなどの星付きレストランがある。 2014年版レッドミシュランにおいて、スペインの三つ星レストラン8件のうち4件が、サンセバスティアンかその周辺にあるレストランだった。さらには、レストラン市による2013年の世界のベストレストラン50では、上位10件のうち2件が、サンセバスティアンかその周辺のレストランだった。これらの有名レストランに加え、 旧市街のバルで提供されるピンチョスと呼ばれるタパスなどにも定評があり、サンセバスティアンはピンチョスの発祥地である。1924年創業のオケンドは国内外の映画スターが訪れたことで知られ、ベルガラはスペインで初めてピンチョスを提供したことで知られる。また、サンセバスティアンはバスク美食クラブの発祥の地であり、 チョコが初めて文献で研究されたのは1870年まで遡る。またサンセバスティアンには料理学についてスペインで初めて大学の学位を認定する機関であるマスク、クリナリーセンターがある。またサンセバスティアンの近郊はリンゴを原料とした醸造酒であるサガルドの産地として知られており、醸造所兼レストランであるサガルド手技も多数ある。なお、 サガルドの伝統的な作り方は、空気中に浮遊している酵母をリンゴ果汁中に繁殖させることにより、リンゴ果汁を発酵させて、アルコール度数を4%から6%程度にまでした。あとに、オーダルに保管しておくという手法である。2019年より、コンビニスイーツとして発売されている、バスクチーズケーキの発祥もサンセバスチャンである。当地のバル。 ラビーニャのものが元祖と語られることが多い。レアルソシエダ・サンセバスティアンでは、サッカー、自転車ロードレース、バスケットボール、ラグビーユニオンなどが人気である。サンセバスティアン最大のサッカークラブはレアルソシエダである。レアルソシエダは1929年のリーガ・エスパニョーラ創設メンバーであり、エスタディオ・アノエタをホームスタジアムとしている。 1980年代初頭に黄金期を迎え、1980から81シーズンと1981から82シーズンにはプリメイラディビションで2連覇を達成。あのエタは、ラグビーユニオンのビアリッツオランピックやアビロンバイオンヌなどがホームゲームに使用することもある。レアルソシエダの下部組織は、ルイス・アルコナーダやシャビア・ロンソなどを排出している。 レアルソシエダに匹敵する規模のクラブは存在しないが、CD バスコニアドノスティア、ウニベルシダ、デルパイスバスコバスコニア、ベリオフットボルタルデアの3クラブは、テルセーラディビシオンに所属したことがある。女子サッカークラブのアニョルガ・クックはプリメーラディビシオン、フェメニーナで3度、コパデラ・レーナで3度優勝している。1981年から毎年8月上旬には、サンセバスティアンを、 スタート、ゴール地点とする自転車ロードレースのクラシカサン、セバスティアンが開催される。クラシカサン・セバスティアンは UCI プロツアーに組み込まれるワンデーレースであり、かつては UCI ロードワールドカップに組み込まれていた。サン・セバスティアンに本拠地を置くバスケットボールクラブにはリーガー区部のサン・セバスティアン・ギプスコ・ア BC がある。百九十八年会場のプラサゲトロスで、 イルンベをホームアリーナとしている。2005から06シーズンにはレブで優勝してリーガーク部に初昇格し、2011から12シーズンにはプレーオフに初出場した。ラグビーユニオンのチームには CA サンセバスティアンがあり、1970年、1978年、1979年にはリビシオンデオノールで優勝している。バスク自治州や ギップスコア県はラグビーユニオンが盛んな地域であり2009年にスーペルイベリカが開催された際にはサンセバスティアンからバスク・コルサリオアクが参加録クラブの一つに選ばれた2013から14シーズンのディビシオン・でオノールにサンセバスティアンから参加しているクラブはないがギップスコア圏内からはオルディシアとエル・ナニカラ系2クラブが参加している 毎年1月最終日曜日には、サンセバスティアン国際クロスカントリーが開催される。1956年に初開催され、1950年代後半から1960年代前半の優勝者には、チェコスロバキアのエミル、ザトペック、フランスのアランミムン、エチオピアのマムボルデなどが名前を連ねている。1971年には、男子部門に加えて、 女子部門が開催されるようになり、1974年から1977年には、IAF 世界、クロスカントリー選手権大会優勝者のカルメン、バレーロが4連覇を達成した。ラコンチャ海岸ビスケーワンに面して、砂浜のビーチが広がるラコンチャ海岸は、サンセバスティアンで最も有名な観光スポットであり、夏季には、長さ1350メートルの砂浜が、 多くの海水浴客で埋め尽くされる。海岸に沿って街のシンボルでもある遊歩道が設置されている。ラ・コンチャワンにはサンタクララ島が浮かんでおり、夏季には連絡船で多くの観光客がサンタクララ島を訪れる。ラ・コンチャワン西端部などにはサンセバスティアン出身の彫刻家エドアルド・チリーダの作品が展示されている。旧市街から近いモンテウルグルにはイエス・キリストの像や 軍事施設の移行が残っている。対岸のモンテイゲルドには山麓からイゲルドケーブルカーが伸びており、山頂にはラコンチャ海岸やモンテウルグルを見渡せる展望台や遊園地などが設置されている。ウルメア川にはマリアクリスティーナ橋など3本の記念橋がかかっており、1900年代から1920年代に建設されたこれらの橋はアールデコ様式の街路灯などを特徴としている。 1990年代以降には、ムンライス橋、レンダカリアギーレ橋、レアルソシエダ橋、ミケルラボア歩行橋など何本もの橋が新しく架けられており、川岸の景観に彩りを添えている。バスク料理も観光客に人気があり、市内にはアルサックやアケラレが市外に足を伸ばすと、ベラサテギやムガリッツなどの有名レストランがある。市内には無数のバルがあり、 ピンチョスと呼ばれるタパスが提供される。1921年にウルメア川川口部に建設された旧クルサールは町の象徴的存在であり、1973年に解体されたが、1999年にクルサール国際会議場公会堂が完成した。フレンチスタイルの建築が多い旧市街の中で、ホセラファエルモネオ設計のシンクルサールは異彩を放っている。 ラコンチャ海岸沿いには、マリア・クリスティーナなどスペインの王公貴族が別荘として使用したミラマール宮殿があり、宮殿内や庭園からは、ラコンチャ海岸やサンタクララ島が一望できる。7月のジャサルディア、8月のサンセバスティアン音楽週間、9月のサンセバスティアン、国際映画祭は夏季に行われる観光客向けの三大イベントである。ありがとうございます。